はい、どうも皆さん、こんにちは、いずいこです。それでは今回なんですけども、楽天ゴールドカードから楽天の通常カードに切り替えたけど届かず問い合わせた結果ということで、今回は楽天カードについてですね。この動画では楽天のゴールドカードから通常の楽天カードに切り替えの手続きを行っていたんですけども、そこからずっとですね、音沙汰なしにカードが届かなかったので、まあそれについて問い合わせをしてきました。で、切り替え手続きなどをですね、実際に行った方はぜひ参考にしていただければなと思います。それでは楽天カードまあ、今現在ですね、僕こちらの楽天ゴールドカード、JCB のブランドのカード使ってるんですけども、まあ、ちょっと前にも動画にしたんですけども、4月の1日よりサービスの改定が行われます。まあ、その中でも今回ね、結構話題になったのがこの SPU の倍率っていうんですかね、これが4倍から2倍になりますよということで、まあ、楽天市場とかでね、お買い物される方からすると、結構4倍から2倍になるっていうのは、かなり打撃が多いなというふうに思いまして、っていうのも、この倍率がですね、通常の楽天カードと同じになるんですよね。なので、年会費を払ってまでも2200円でしたっけ？それを払ってまでも、この楽天ゴールドカードを持つ意味っていうのがあんまりちょっとないのかなと思いまして、まあ、今回ね、動画にも言った通り、楽天のゴールドカードから、楽天の通常カードに僕は切り替えを行いました。まあ、その時にですね、こちらの動画の方でも、まあ、簡単な解説を行って、その時の動画で最悪の手続きのフォームは送ってる状態だったんですよ。まだ実際にですね、僕手元に楽天の通常カードっていうのがまだ届いてないんですよ。で、ちょっといろいろ気になってたところですね。僕の動画のコメント欄にコメントをいただきまして、その時ちょっとツイッターにもつぶやきました。これが4月の14日の時につぶやいたんですけども、視聴者様より教えていただきました。楽天ゴールドカード。通常のカードに切り替えを手続きを行って、楽天ゴールドカード利用停止。そして、まだ通常カードが届かないっていう状態で、まあ届かない状態なのに、カードの利用停止がされるっていうことも含めて、どういった状況なんだろうと思って、これが普通なのかなって思ってたんですけども、やっぱちょっと、この動画をアップするのが4月の24日ということなんですけども、現状どうなってるんだろうというふうに正直気になってたんですよ。で、いつか問い合わせようというふうに思ってたんですけども、まあそれがね、なあなあになって、やっと思い越しを上げてね、問い合わせをしてきましたので、まあ、その時のね、実際の音声も残してますんで、そちらをぜひ聞いていただければと思います。それではどうぞ。ありがとうございます。はい。電話が取れました。はい。では現在なんですけれども、はい。ゴールドの申請の方はいただいている状態ではございまして、はい。大変申し訳ございません。こちらですね、はい。処理にちょっと時間をかかっている状態でございまして、ああ、そうなんですね。はいはい。順次、変更させていただいている状態でございます。あ、なるほど。カードの切り替えの時期というものは申し訳ございません。5月の19日となっております。マジですか ?5 月の19日ですね。そうです。あ、それでございます。5月の19日まではこのカード、今のゴールドカードがご利用いただけまして、はいはいはい。19日の時点でご利用がいただけなくなりまして、そこから新しいカードの方、1週間から10日間ほどでお送りさせていただくようにはなるんですが。ああ、なるほど。OK です。わかりました。はい、ちょっと待ってくださいね。よろしいですか？5月の19日までは一応使えると。さようでございます。はいはい。で、そこから一応、もうそこからそれ以降は使えなくなるっていうのはもう一応決まってるんですかね、僕の場合は。さようでございます。皆様は切り替えのお手続きには必ずカードは停止させていただくようにはなってしまいますので、なるほど。じゃあ使えない、この楽天のゴールドカードと、はい、いうか楽天カードが使えない時期は、1週間から10日の、はい、まあ、ちょっと空白じゃないですけど、まあ、それがあるっていうことですね。わ、はいはい、かりました。これちなみになんかこう、はい、停止した時とか多分19日からまあ使えなくなるっていうことなんですけど、停止しましたよみたいな感じのお知らせのメールとかってあったりします？ございます。メールが配送される予定とはなっております。あ、これはもう当日なんですかね。それより前ぐらいですかね。当日より前に、あ、この日に、1週間前ぐらいには届くかとは思うんですけれども、 OK です OK です、はい、もしよろしければなんですけれども、このお電話で切り替えを先に始めさせていただくということも可能ではございますが。マジですか？そうしますと、はい、はい、本日このお電話よりカードの方がご利用いただけなくなりまして、発送、はいはい、させていただくのに1週間から10日間ほどかかります。そしてゴールデンウィーク挟んでしまいますので、もしかするとゴールデンウィーク明けになってしまう可能性がございます。あ、なるほど。ですのでいかがいたしますか？あ、もしか、まあ、確かに、そうでしたら、それかゴールデンウィーク明けにご連絡をいただいて、はいはい、
お電話で切り替えの手続きというものもできるんですけれども。ああ、なるほど。あ、まあその、はい、今回一応僕のそのそちらの予定では一応19日の予定なんだけども、あ、はい、まあ今回のお電話で一応とりあえず切り替えの手続きができるっていうことですね。さようでございます。あ、ちなみにちょっと一旦それは置いといて、はい、あの年会費の部分ってあったと思うんですけども、はい。あの年会費の部分って僕ってどういう状況、一応なんか返金みたいな申請とかは一応フォームは送ってるんですけど、あれって僕対象なのかなとか思って。あ、こちらの方なんですけれども、3月に切り替えの時期とはなっておりまして、はい、本来であれば、はい、5月の明細にご請求として入ってくるはずだったんですけれども、はい、そちらの方が、年会費かからないような処理をさせていただくということにはなっておりましたので。あ、なるほど。じゃあ、その3月の、まあ、3月までに、なんていうんですかね。申請をされてた人は、まあ、とりあえず年会費はかからないっていう感じのニュアンスでいいんですかね。はい、ああ、なるほど、なるほど。あ、じゃあそこは特に心配しなくてもいいってことですね。あ、でございます。あ、OK です、OK です。目線にも乗ってこないかと思いますので、もし乗ってきましたらご連絡いただければと思います。わかりました。じゃあ、とりあえず、もうこのお電話でお願いしていいですか、はい、ちょっとなんかもうどちらにしても、そんなに、はい、多分今のところ使うのはそれこぐらいなので、でございます、はい、かしこまりました。それではカード番号変更になりますので、はい、何か継続決済ございましたらお支払い方法の変更の方だけお願いいたします。はい、わかりました。はい、ETC の付帯がございます。はい、ETC なんですけれども、ゴールドカードですと年会費無料でつけることができたんですが、はい、通常のカードですと年会費550円かかってきてしまいます。こちらは継続いかがいたしますか。あ、もう多分使うことがほとんどないんで解約で大丈夫ですかね。かしこまりました、解約で。ありがとうございます。はい、それでは大変申し訳ございません。はい、エディの付帯もございます。はい、エディチャージ残高残っている場合すべて使い切っていただいてから破棄の方お願いいたします。わかりました。これはあれなんですかね、多分カードが使い、多分エリーまだ何千円か入ってるんですよ。これって、あ、そうなんですね。はい、どうなります？電子マネーになりますので、はい、カード自体ご利用いただけなくなりましても、そのままご利用は可能でございますので、エリーだけは使い続けていただければと思います。わかったね、わかりました。ありがとうございます。はい、ですが、カード裏面についておりますバーコード機能はご利用いただけなくなりますので、ご注意お願いいたします。はい、わかりました、了解です。はい、はい、それでは新しいカードですね、ご登録のご住所の方にお送りをさせていただきたい。ということでね、今お伝えした内容でございました。ちょっとね、お問い合わせの内容をまとめると、5月の19日に切り替え予定だったんですよ、僕の場合は。まあ、これは多分人によって変わってくると思います。ですけども、僕の場合は5月19日に切り替え予定だったということで、だったんですけども、一応電話の中で、切り替えがもうすでに電話した段階で切り替えできますよということだったんで、僕はもうその時の段階で、その時の電話で切り替えの手続きを行いました。もちろんね、その日を待っていただいても大丈夫だと思います。で、もしですね、切り替えしてカードが発行して届くまで1週間から10日かかるらしいんですよ。で、今回に関しては、まあ、そのオペレーターさんがよく言ってたのは、このゴールデンウィーク挟むので、もう少し時間がかかる場合があるかもしれないということですので、まあ、今現在僕そんなに楽天カードを利用頻度高めに使ってるわけではないので、まあいっかと思ってとりあえずそれを了承した上で発行の手続きに入っていただきました。で、届くまでの間に関しては利用停止がされるっていうことだったんですけども、その利用停止がされるタイミングに関しては5月の19日の段階っていう風になってたんで、まあ、これは A として書いてるだけで、僕がこの5月の19日に切り替え予定だったので5月の19日に利用停止がされるっていうことだったんですよね。ですけども、今回に関してはこの電話のタイミングで僕はもう切り替えの手続きを行ったので、今日から使えなくなってるような状態みたいです。僕の場合は4月の24日に切り替え手続きを行ったので、そこから1週間から10日の間使えなくなる、プラスゴールデンウィークを挟むので、まあ、届くまでに時間がかかるっていう空白の時間がね、まあまあ長いですよっていうことになります。なので、もしこの動画を見た時にすぐに切り替えをされる方に関しては、ちょっとここら辺注意点かなと思います。そしてその利用停止をされる際、ちょっと一応ここに簡単に書いてるんですけども、利用停止については発行される前にメールで配信があるみたいです。なので、もし僕がこの5月の19日に切り替えをする予定だった場合に関しては、この日より前ぐらいにお知らせのメールがあるかもしれないっていう感じでしたね。で、年会費に関しては、まあとりあえずね、3月の段階で、まあ、更新をしなかったので、その
発生はしないっていうことだったんですけども、万が一発生したら連絡してねっていうことだったので、まあこれは発生しないということなんですけども、もし何かあった時はね、とりあえず連絡をしてください。そして今回ね、僕切り替えをしたので、その切り替えをした場合のことについてをまとめました。まずはカード番号が変更されるということですので、まあ他にもね、何かしらクレジットカード、この楽天カード支払いに当ててる方に関しては変更の手続きを行ってくださいと。僕は楽天カードの場合は楽天証券とかでも一部使ってるので、まあちょっとね、そこの変更を行おうかなというふうに思っております。で、 ETC に関しては楽天ゴールドカードの場合に関しては無料で使えてたんですけども、これは550円、通常カードの場合は550円かかるっていうことだったんですけども、もちろんそのままね、有料のままを持つこともできるんですが、僕はほとんど ETC 使うことがないので、僕は解約を行いました。ここはご自身で決めてください。で、カード裏面のバーコードに関しては利用不可ということですので、ここもちょっと注意ですね。そして4つ目のここ、エディは使い切って破棄してくださいというふうにね、オペレーターさんも言ってたんですけども、一応ね、カードを解約した段階で、僕もちょっとエディも使えなくなるのかなというふうに思ってたんですけども、なんかその結局電子マネーみたいなんで、解約しても利用はできるみたいです。なので、まあここら辺に関しては、まあ心配なく、まあ余裕を持って使えれるのかなと思います。ですけども、もし破棄される場合は、ちゃんとエディの残高を使い切ってからの破棄でお願いします。ここは間違いないようにしてください。まあ、今回ね、そのゴールドカードに切り替えとかで、まあ、問い合わせた結果なんですが、結論、まずは問い合わせてみましょう。というのもですね、まあ、これは僕の場合はこの日に発行されますよっていうのが、電話の時点で分かったので、あ、そういうことだったなってちょっとスッキリした部分ではあります。ですけども、これは人によってはちょっと早かったりとか、後になったりとか、視聴者さんによっては絶対バラバラだと思いますんで、そこはね、確認してみるのがいいかなと思います。で、もし楽天ゴールドカード持ってる方であれば、カード裏面の楽天カードプレミアムデスクっていうのが、確かカード裏面の右下に番号が記載されてるので、それを使ってね、対応していただけるのかなというふうに思いますんで、ぜひそこも活用してみたらいいのかなというふうに思います。まあそんなこんなで、今回は楽天ゴールドカードから楽天の通常のカードに切り替えた手続きを行ったけど、どうなってたんだろうっていうのは現状について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いや、結構ね、楽天カードといえば、僕自身は楽天証券でも使うっていうのはあるんですけども、どちらかというと楽天市場のね、イベント、お買い物マラソンとかスーパーセールとかで使うことが多かったので、それができなくなるっていうのはちょっと不便だなっていうふうには思っておりました。ですけども、今現在今月はまだ参加する予定ではないので、まあ、とりあえずね、今回はこれを我慢した上で、新しいカードが届くまで待ってみたいなというふうに思っております。ですけども、一つですね、ちょっと今思い出したことがあったんですけども、この動画を撮影しながら、あの楽天カードのコード QR 払い最大 20% 戻ってくるキャンペーンですかね、まあ、そのキャンペーンに僕そういえばチャージをするのを忘れたんですよね。なので今現在僕使えない状態なので、まあ正直ね、あのキャンペーンに参加できないまま新しいカードが届くまで待つっていうことになります。なので、もしね、解約されるとか切り替えされる方に関しては、ちょっとそこら辺がかなり注意点かなというふうに思っております。以上ですね、僕は過去に楽天ゴールドカードから楽天カードに切り替える動画に関してのリンクとか下の概要欄に貼ってますんで、そちらも気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。楽天カードも